々が持っているそのおもちゃの技術というところが宇宙の探査に生かせるんじゃないかといったところから取り組みを始めました。今この探査月面ロボットが宇宙に行くことで遠い宇宙のことをよりこう皆さんに身近に感じてもらって宇宙に興味関心を特に子どもたちに持ってもらいたいなと思っています。